はい、どうも、さっくんでございます。本日は、こちらの、グリマックスの、南海1万系サザンの紹介です。一応サザン今度マイクロエースからも、発売が決定しているんですけども、一応友人から安く売っていただいて、7100と抱き合わせで、まあ、2万円ほどで、譲っていただきました。一応、買った時は、ほぼ、初期状態で、こちらの線路に入線したんですけども、ちょっと加工を加えまして、まあ、あのクーラー隅入れとかね、あと連結器の、周りの、整備などいろいろ、まあ一応主なのはこの2点の紹介をしたいと思います。まずですね、このクーラーの、側面のメッシュなんですけど、これがこういう泡沢さんから出てるこのクーラーメッシュステッカーを使っております。これがですね、4両分と予備が入っているそうで、一応この4両全部、メッシュステッカー貼ることができます。で、この側面だけのメッシュステッカーなんですけども、でこの上の丸いところ、これはあのガンダムマーカーで墨入れしました。でこれだけでだいぶ印象変わるかなとは思います。これ、ここは中間の心臓車のところです。これも、クーラーのメッシュを、貼らせていただいて、上から、これはあれですね、ガンダムマーカーで墨入れを行っております。で、ナンバ側の先頭、こちらがホロつけております。これも瞬間接着剤で、ポン付けでございます。で続いてなんですけど、この連結感覚に注目していただきたいんですけども、これがですね、一応、カプラのポケット撤去しまして、 TN カプラーにさせてもらいました。これがですね、ちょっとネックで、片方はそのままのチョボにつけれるんですけど、両方そのチョボの方につけさせてもらうと、つま面同士が当たるほど狭い状態になるために、片方の連結面、これをですね、ちょっと加工を加えております。1個分割しますとこういう感じになりますね。ここの穴を1個ずらして、外へ出す形になります。ここのね、連結器の胴受けがちょっと車体からはみ出る感じになるんですけども、一応こんな感じになりますね。片方だけこうしないと、切り抜かできません。まあ、一応このまま延長するための改造してある方もおるんですけども、手取り早いのは一応こういう感じの加工です。こっちの、片方だけ、延長しまして、もう片方は、奥へ縮まったままで、無加工で、行っております。これはですね、TN のこの、ジャンパー線受けのところのこの際の方を、ナイフで切
切り落としまして、でもそのまま、段ずらしからつけております。一応この垂直をまっすぐに連結器が向くと思います。ここね、胴受けちょっと斜めるんですけども、まあ、中間なんで、個人的には気にならないと思います。気になるっていう方はもうカプラーポケットを切断せずに、加藤カプラーを加工するなり、もうアーノルドカプラー一筋でいった方がいいと思います。サザンはちょっと TM がおすすめしません。これ台車周りがねすっきりさせたかったんでこのような措置にしたんですけども、まあ、こういう感じにしたら実車通りかなっていう、感じなんで、一応カプラーポケットを撤去して TM カプラー付けさせてもらいましたというわけでございます。このいつの今後の内容は一応、ウェザリング床下やっていこうかなと思っております。こっちの和歌山川の先頭は一応ダミーカプラーなんですけども、もう全車自由、全車指定席にする予定がないため、こっちはもうダミーで行こうと思います。余裕があれば、識別灯と尾灯一緒に光るようにしようかなと思っております。まあ、全て予定です。多分できるのは下のウェザリングだけだと思います。で一応は、明日、こいつの相方の7100系の加工紹介も一応したいなと思っております。ということで今日は、この GM から発売されている、南海1万系のサザン中間新造車の加工紹介でした。